ビロン公、シャルルド・コントー、シャルルド・コントー・ビロン内し、ビロン公、シャルルド・コントーは、フランスの軍人。アンリ四世の信頼が厚く、フランス大元帥にもなったが、国王を裏切ろうとした、陰謀事件の結果処刑された。1562年に、アルマンド・コントー・ビロンの息子として、サンブランシャールに生まれ、ペリゴール地方のビロンにあった一族の城で教育を、受けた。 おばであるブリザンブール夫人は、プロテスタントの立場で教育を行ったが、回収させるには至らなかった。母はプロテスタントだったが、父はカトリックだった。彼は元帥であった父の指揮下でウ人ジンを飾り、忠実さと勇猛さと思って、長きにわたりアンリ四世に仕えた。そして1590年に、旅団長となると、アルクの戦い、イブリーの戦い、パリ後為戦。 ルーアン皇位戦、オマールの戦いなどで、次々と戦果を上げた。王はその功績を称え、彼をフランスとブルターニュの帝督フランス元帥、ブルゴーニュ総督、皇爵、帝神に相次いで任命し、イングランド女王エリザベス一世紀のもとへは、大使として派遣した。また、王は1595年のフォンテーヌ・フランセーズの戦いでは、ビロ論の命を助けていた。 にもかかわらず、彼は王に対する陰謀を企て、スペインやサボイア公国と手を結び、故国に歯を向けようと準備を始めた。サボイア公はアンリ4世に向けて、貴族たちが反乱を起こすのと引き換えに、三上、ビロン公に目合わせることを提案し、またその反乱の中で、ビロン公は、ブルゴーニュとフランシュコンテに君臨することになっていた。しかし、陰謀はその問題を調査していた。 ラファンによって暴かれた。ビロンコーは一切を否認しようとしたが、彼の残していた書き付けがそれを台無しにした。アンリ四世はリヨンで一度彼を許し、その後も何度も許そうとしたのだが、その度に新しい罪状の証拠と彼の残悔が繰り返され、無駄になった。そのため、彼は1602年6月13日から14日にかけての夜にフォンテーヌブローで逮捕された。 7月13日にはしっかりと護衛されたラファンがパリに到着し、14日にはビロン公が告発者の前に引き立てられた。17日には大逆罪の審理が高等法院の判事たちの手で行われ、27日には審理への参加を拒否していた帝臣たちが欠席する中でビロン公自身が出廷した。29日にビロン校の大逆罪に対して死刑が言い渡され、 1602年7月31日に収監されていたバスチーユーチで斬首された。ビロンコーの裏切りと心理はイングランドの劇作家ジョージ・チャップマンによってビロンコー、シャルルの陰謀と悲劇という作品にまとめられ上演された。スーベニアズ・ディー、ウンプリー・ゾアニ・デラ・バスティル、コンスタンティン・デレンビル、アディションス・レイモンド・カステルス、ありがとうございます。